どうもショピです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はやっとあれが来る日なんです。僕は今までこうパソコン作業っていうのをやろうとした時に、今までこうパソコンとスマホ、これをですねこうやってつなげて、このスマホでデザリングをしながらこっちでネット環境をしてました。うん、ほんと動画もサックサクなんですよ。なので非常に重宝していたんですけども、5月の26日の段階でもう残りデータが 2.05 ギガと。で、僕の場合はその動画をアップロードしたりするので、この動画編集多分ファイル容量的には2ギガになると思うんですけど、この容量で終わっちゃうっていう。なのでもう通信制限がギリギリ来てしまうということで、今ハラハラドキドキしております。ちなみにデータのオプションはウルトラギガモンスターデータテガ50ギガってやつを契約してます。もう YouTube で例えば何か見たいなってなった時はもう速攻でここを 144p にします。とは言っても、まあそんなにハラハラドキドキしているわけではなくて、外に行けば無料で Wi-Fi を使えるカフェなんかもいっぱいありますので、そこに行けばいいんですけど、皆さんも使ってるわけなので、そう、集中して、すごい静かなところで集中して、リラックスしながらできるっていうのがちょっと難しいかなっていうふうに思ってるので、なのでやっぱり家でネット環境を構築したいなというふうに思っております。でも今日でその通信量、データのその通信量を節約するっていうのは、まどろっこしいものは断捨離できるかなと。いうような感じなんです。で、それはなぜかと言いますと、今日ニューロ光というのが来ます。ここに工事に。で、今日やっとニューロ光が使えるんです。で、なんでやっとなのっていうと、工事が2回に分かれていて、なんか内側の工事と外側の工事って、まあ大体大きくなんか分けるとその2つがあるらしいんですけど、前回その家の工事をしたのって4月の後半か中旬かぐらいだったんですけど、その時はこの大きいなんかケーブルと、この大きめのこのルーター、手のひらサイズのこのルーターをこうやってここの中に通すっていう、そういう工事をしました。で、あれを通したらもうなんかすぐ使えると思ったんです、僕は。なんですけど、あのルーターを設置した後はちょっと次外の工事を軽くやりますからっていうので、その日程が今日だったんですけど、その前回ルーターを設置してから1ヶ月と10日後みたいな、1ヶ月以上も待たなきゃいけないのっていう、まあそこはびっくりしまして、やっぱこう人気があるんでしょうね。こう最近 CM もやってますし、どんどん工事が詰まってる、まあそういうことだと思いますので、全然待ちますよっていう感じなんですけど、まあさすがに今日ここに来て 2.05 ギガ残りっていう風になりましたので、ちょっとギリギリかなというような感じですね。何はともあれ、今日でもう通信制限、通信容量を気にすることなく、YouTube でも 720p、1060p で心置きなく見れると思うと、すごい楽しみです。そもそもなんでそんなに容量いっちゃうんですかっていう話なんですけども、僕の場合は、この動画、こうやって撮影している動画ファイルをアップロードするのに、だいたい2ギガとか 1.3 ギガから2ギガぐらいの間のファイルをアップするので、もうそれをほぼ毎日続けていると、うん、まあそれぐらいいっちゃうかなって、まあ50、まあ3、40ギガは、まあまずいっちゃうかなっていうところと、あとライブ放送をしているときに、まあ一応このスマホでライブ放送をしてるんですけど、1回のライブ放送につき大体容量で言ったら4から5ギガぐらいは消耗します。はい。なので、それを毎週やったとして、大体16ギガとか20ギガは消耗します。そうなので、まあどう考えてもこの YouTube のアップロードするだけでも、この50ギガは足りないっていう感じなんですよね。で、あとはこうやって YouTube を見たり、このギャオっていうサイトで東京グールのアニメの最新話が見れるんです。で、僕んちはこうやってご覧の通り、テレビがないわけなので、東京グールだったり、ワンピースだったり、ボルトっていうアニメをこうやって、このネットで見てるわけです。基本的に動画メインだなっていう感じ。動画をアップロードするか、動画をストリーミングで見るみたいな、そういうのが、まあメインで、あっという間に50ギガないっちゃいます。そう、今まではこのデザリングもすごい早いです。すごい早いんですけど、でも今も残り 2.05 ギガだったり、Wi-Fi ルーターで契約したとしても3日で10ギガのその制限を気にしなきゃいけなかったり、なんか今までこう通信を気にしながらやっていたので、そういう壁を一切取っ払って、もう次の通信ステージみたいな
まあそういうとちょっとかっこつけみたいになっちゃいますけど、もう次のステージに行きたかったんですよね、僕も。まあそんな感じで契約したわけなんですけども、今時間がですね、13時35分、まあだいたい2時ぐらいになるんですけど、まだ工事来ないんですよね。あれ午後から一応工事なんですけど、まあもうちょっと待ちましょう。まあちょっとお昼時であるので、なんかご飯でも作って食べながら待ちたいと思います。お腹空いたので2合ぐらいは余裕でいっちゃいますよね。あーこぼしちゃ、こんにちはです。はい、ごめんなさいですけど、ね、あ、はい、今日ソニーネットワークコミュニケーションの、はい、ソネットさんあると思うんですよね。あ、わかりました。はい、また電話しますよ。あ、わかりました。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、ごま油入れて、醤油を少々入れて、無塩バターを入れて、ピンク岩塩を入れて、で、混ぜ混ぜしてと。はい、ということで、お昼ご飯にしたいと思います。いただきます。あ、お腹すいた。まあこうやってご飯食べながら、あの外では工事してもらってるわけなんですけども、ただどういう工事をして、どこにどういう風に工事をしてるのかっていうのが見えないので、その正直退去の時になんか請求されちゃうんじゃないかななんてちょっと不安はあるんですけど、そう、でも何回かその工事会社からその不動産会社だったりその管理会社に電話してもらって、もう大丈夫ですよね、工事しますよ、穴開けませんから大丈夫ですよみたいな、いうその料金かかりませんよねっていう、なんか念押ししまくってこの工事をしてるので、まあ大丈夫だとは思うんですけども。おいしい。はい、無事開通が完了しました。はい、無事開通工事が完了したようです。いや、なんか2時間も経っちゃったので、ちょっと僕の滑舌も油が乗ってなくてちょっと申し訳なかったんですけども、使えるようになったみたいなので、早速これ開けてみたいと思います。外して入れますと。さあ、なんか、あれ、これでスイッチというか電源が、あ、こっちじゃなくてこっちがついてました。じゃあまずここの Wi-Fi をしてみます。ピッピッで、製品のこの部分に書いてある SSID が今ここなので、これを押しますと、パスワード入力して接続と。はい、すると、あ、どうやら繋がったみたいです。で、 Google さんが提供してくれてるインターネット速度テストっていうのがあるので、ここを押します。さあ、どうでしょう、速さ。おお、ダウンロードは 33.1Mbps、 アップロード、おお、早い。おお、おお、なかなかいい結果が出てくれました。まあ、カタログ値で見たら 400Mbps とか 320Mbps とか 200Mbps 出たっていうところもあるので、ツイッターなんかで上がってるので、それと比べたらまあ確かに速度は遅いかなっていうふうに思うんですけど、全然これでも速いと思います。まあちょっと比較のためにこの iPhone X でデザリングしたらどれぐらいの速度が出るのかっていうのもちょっと見ていきたいと思います。この状態になっているのがこの iPhone と接続できてますっていうことです。そして先ほどと同じようにインターネット速度テストで速度を実行と。はいと。さあ、どれぐらい出るでしょうか。17、18、ダウンロードに20とか、ダウンロードに18ですね。ダウンロードに18です。まあこれでも全然悪くないスピードです。で、アップロードが、あれ、
もうアップロードが 6Mbps ですね。そう、これでも十分早いなっていう風な体感は出てたんですけど、でも先ほどのニューロは 100Mbps とかアップロード出てましたから、相当早いんだなっていうのが分かります。じゃあちなみにこの YouTube 動画でもどうなんでしょう、体感は。今これ僕はだいたいこう 144Mbps で今まで見ていたんですけど、うん、これが 1080p にギュイッと上げた時に、お、早いっす。あ、しかもやっぱ画像、ちょっとこれ分かりにくいですけど、めちゃくちゃ綺麗です。しかもこれ画像、画面いっぱい引き伸ばしても、うわ、綺麗ですね。画質いいっすね。あ、これ映画もぬるぬる見れるんじゃないですか、じゃあ。1080p の60で見たとしても、全然もうサクサク動きます。いやー、快適とはまさにこのことですね。なんかもっとこう重いファイルをやり取りするときにどうなのかっていうのはまだわかりませんけども、ただとりあえず僕が今までこう iPhone でデザリングするときに、こうギガを気にしなきゃいけないなとか、ギガを節約するためにカフェに行って、その無料 Wi-Fi を使ってみたいな気を使うことがもうこれからはなくなっていくのかなというふうに思うと、いやーいいですね。この今撮影している動画を YouTube にアップするのも相当早くなると思いますんで、いやー、よかったー、これは。まあ、あんまりこう、家に何かを固定するのっていうのは、あんまり好きではなくて、正直その携帯会社のプランで、この今50ギガなんですけど、それが100ギガっていうプランが12000円ぐらいであったら、僕それ買ってると思うんですよ。いや、でも、いやー、よかったよかったー。家にルーターを置くと、電磁波の影響でちょっと健康的な被害があるみたいな、いう話もあるんで、そこら辺はちょっとこれからも気をつけていきたいんですけど、もうネットで通信制限とか容量を気にしなくていいっていう、そのしがらみから解放された感が半端ないですね、今。今この動画を見ている方でもう初めからそういう光は申し込んでいって、その光の快適さを享受してますって思っている方からしたら、いや遅いな、今更かよっていうふうに思うかもしれないんですけども、まあ一人暮らしを始めてから5年目でやっと光を申し込みましたというお話でした。まあこれからもちょっといろんなことをやっていこうと思っていますので、もし今回の動画がちょっとでも面白かったです、参考になりましたってのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回は光回線ニューロ申し込んでめちゃくちゃ早かったよっていうお話でした。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。あと明日ライブ放送やりますんで、また22時半からやりますので、ぜひお時間のある方はご参加ください。はい、以上です。